それではね、こちらイタリア製の生地になります、モヘアコンの、ジャガード織りスライバーニットになります。でこの生地なんですけども、スワニーおすすめカテゴリーの、カルダンニットシリーズになります。でカルダンニットの特徴なんですけども、軽い、すごくね、軽いのに暖かい、そして、機能的でいいのに、こう素材感もねすごくこう楽しめる、なおかつ、縫いやすさもねこうあるということで、すごくねおすすめできる生地になってますので、ぜひね参考にしといてください。はい、それではね、まずこの生地の特徴なんですけども、モヘアっていう高級素材が入ってます。そのモヘアのねこう素材感も楽しめるんですけども、それプラスにねこのちょっとねデザインを見ていただいていいですか。これプリントじゃなくてね、一個一個こう織りでねこう柄をね表現してるんですよね。特によく見るとね、ちょっと見ていただいて分かりますね、ここの織りとここの織り方がまた違うっていうね、すごくねこうデザイン的にもね、手の込んだコストがかかった生地なんですね。それが生地でもね、すごくね、うまく表現できてるんじゃないかなと思います。ちょっとね、こうパッチワーク調の幾何学調というかね、その生地でね、モノトーンのね、この色もね、すごくね、こう冬のね、なんかこうシーズンにね、こうすごくマッチしてね、使いやすいんじゃないかなと思います。はい、次にですね、生地の、厚みなんですけども、これもね、程よいこうしっかりとしたね、厚みがあります。なんですけども、カルダンニットの特徴ですね、めちゃくちゃ軽くてね、すごくね着心地がいいと思います。これプルオーバーとしてもね、使えるんじゃないかなと思います。プルオーバーだったらイメージで言うと、ちょっとセーターのようなね、少しこう厚みがあるけどかぶりのデザインっていうね、そんな感じでもいいと思いますし、ちょっとねこう厚みのあるワンピースもいいと思います。なぜならば何回もになってしまうんですけど、すごく軽いからですね。あとは、シンプルなね、アウター系ですね、ジャケットとかコートもいいと思います。プラスね、よくこのシリーズで紹介しているのが接着芯を貼ってね、バッグなんか作ってもすごくね映えると思います。なぜならばこれもデザインがねすごくねいいし、素材感も楽しめますので、バッグなんかもねすごくいい作品出来上がるんじゃないかなと思います。はい、で次に、生地幅なんですけども、145センチありますので、これもね容赦余裕持って使っていただけるタイプとなっております。はい、以上になります。作品のご紹介をいたします。簡単に作れるマーガレットカーディガンを作ってみました。ね、こうしたものって1枚あると、これからの季節って本当に重宝するんじゃないかなと思います。ね、これね、見た目はね難しそうなんだけど、本当に簡単に作れるタイプで、縫い目見づらいかもしれないけど、まず袖下がねここにあります。袖下縫っていただいて、もう袖口ぐるっとで、襟ぐり周りこれずっとつながってるんですね。一周縫っていただいたら出来上がりになります。それぐらい簡単なデザインになっております。ね、ざっくり着れる、ね、大きめのタイプになっておりますので、インナーもね選ばず着ることができるんじゃないかなと思います。ね、で生地も軽くてね暖かい感じになってるんですよね。ふんわりとしているね嬉しい素材になっております。ね、これからのね季節に合わせて暖かいアイテムで楽しんで作っていただけたらと思います。